株式会社ジャストシステムは、東京都新宿区西新宿6丁目8番1号に、東京本社、徳島県徳島市川内町、平石若松108番地4に、徳島本社を置く、ソフトウェア開発会社、通称、ジャスト。浮川和則、ウイゴ夫妻が1979年に創業した。徳島の植ゴの実家オフィスに、和則が営業、植ゴがエンジニアとして、 開発に当たった。株式会社かは1981年6月2日。1983年 PC-100、対応日本語ワープロソフト、JS ワードを開発したことを契機に日本語、ワープロソフトの開発、販売に進出し、1985年には同社の看板製品となる、一太郎を発売。以後、バージョンアップを重ねるごとに人気を高め、 一太郎はドス版日本語はアープロの代名詞的存在となった。コンピュータ上の日本語処理について熱心に研究しており、同社の金漢字変換ソフトウェア、ATOC は高い変換精度を有する。XML 関連技術の研究開発にも積極的で Google、Microsoft、Apple、IBM、3ンマイクロシステムズ、ヒューレットパッカードらとユニコードコンソーシアムに 参加していた日本で唯一の企業である。浮川和則はアプリケーションソフトウェアメーカーは Windows システムを持つべきとの持論を展開した。それによりジャストウィンドウが開発された。ジャストウィンドウは米 Windows が広まる以前に日本でほぼ唯一かつ最も使われた Windows システムとなった。MS ロス用に作られた既存のアプリケーションソフトウェアも ジャストウィンドウ専用のものに改められ、さらに他のアプリケーションソフト群も開発し、ジャストウィンドウの拡充を行った。1995年、ジャストシステム基礎研究所を設立。初代研究所長は、日本人として初の計算言語学の博士号を取得した、戸戸部地秀と。2003年5月には、Linux 向けの一太郎、A トッを皮切りに、デスクトップ製品、 サーバ製品を展開することを発表した。2005年1月には、イチタロウ 4Linux、イトック4 l i n u x を発売している。2005年アメリカ西海岸、カリフォルニア州パロアルトへ、x i 関連技術を扱う、Just System US オフィスを設立。2006年6月、英文社名を Just System Corporation から Just Systems Corporation に変更。 同年9月、シンコーポレートシンボル、ジャストシストムズを導入する。2006年10月3日、同年11月17日に総合セキュリティソフトの、カスペルスキーインターネットセキュリティ6.0と、アンチウイルスソフト、カスペルスキーアンチウイルス6.0を発売し、セキュリティソフト市場に参入すると発表。2009年4月3日、株式会社キーエンスとの資本、 業務提携を発表。同年4月20日、キーエンスは、ジャスト発行済み株式の約44%を保有する、筆頭株主になった。またそれに伴い、同年6月には創業者の浮川和則が会長に、浮川初子が副会長にそれぞれ退き、常務の福田智明が社長に昇格する人事を発表した。2009年10月29日、 浮川和則、上後夫妻がそれぞれ同社の代表取締役会長、及び取締役副会長を辞任。法律する教育事業の校長などで、2012年以降、4期連続再公益を更新するなど、業績が急回復している。2013年8月8日より、本社機能を東京に移転。陶器場の本店所在地は引き続き徳島。 2014年2月27日より株式の上場市場をジャスバックから当初一部へ変更した。2016年2月8日、取締役事業企画部長の関名田京太郎が同年3月1日に代表取締役社長に就任する人事を発表。現社長の福良智明社長は取締役として残る。ジャストシステムは創業当初から現在に至るまで、 教育施設や観光庁に強みを持つ。2001年からは、教育事業に参入し注力しており、数多くの教育、学習支援ソフトを開発してきた。その販路とノウハウを生かし、2012年11月より、小学生向けタブレット通信教育システム、スマイルゼミを発表し、通信教育業界に参入。タブレットを使用した学習システムという斬新さや、 時代の先見性などにより会員数は順調に増加。後にベネッセ、学研などの同業他社が追随している。2013年11月には中学生向け講座も発表し、12月に受講開始した。かつてインターネットサービスプロバイダー、ジャストネットを運営していたが、2001年9月にソニーコミュニケーションネットワーク株式会社へ売却し、撤退した。 また、東京支社には出版部がある。ユーザー向け情報誌、ジャストモアイを1989年から12年間発行していた、他、自社製ソフトやコンピュータ関連の解説書、ビジネス書や SF 小説などの各種一般書の発行を行っている。ありがとうございます。